よいしょ。まあ、ついに昨日買ったというかな、昨日かな。うちが山の恩寺って言った、お辻家の物件の大木会社が、中華人民共和国の大木さんがね、要するに EU に出発したわけ。EU 歴訪ね。まあ、お辻家やから、当然夫に待ってくれるでしょう。もちろん大木と李登輝は親戚同士。というわけでも、まあ、李登輝は厳密には大和民族だからね。まあ、李登輝もそうですし、川野民族もそうでしょ。ただまあ、今月じゃないっていうのはわかるでしょ。李登輝もね。で、まあ、大木がヨーロッパ着いたことで、これで話がついたわけ。ないって、フリーメイソン政府や。な、そういうこと。じゃあ、イスラム諸国どうすんのって。元締めやからイスラム諸国。うちが元締めっていうことを信じられない人たちは、イスラム諸国が元締めってことも信じられないでしょう。例えば、アメリカが、イラクやシリアを空爆しても、なんでイランは怒らなかった？なんでイスラム諸国は怒らなかったんですか？イランの命令やからよ。イランがアメリカ合衆国に命令して、イラクやシリアを空爆させたんだよ、実は。とかな。じゃあロシアはなんで一気にイスラム諸国の一個を手中にしないんですか？その瞬間、急にイスラム帝国が復元するからや。じゃあロシア負けるねん、実は。なんでって。ロシア領内にもいっぱいあるからやんか。イスラム諸国が。まあ、旧ソ連なんか特にそうや。な。そして東南アジア、イスラム諸国やる。カナダの国が。でしょ？でもフィリピンとか違うやんか。タイとかは違うやん。まあまあもちろんな。でもフィリピンの今のジュランって大統領とかもな。後にはイスラム神話の英雄として描かれる人物かもしれんやん。ひょっとしたら。ね？でしょ？うちを本当に大事にしてるのはイスラム教だけじゃない。ね？そして女は必死で守ってるじゃない。あれをね、全近代的に言うとあかんで。じゃあ、現代女性本当に守られているの？男に騙されたらあかんよ。男の文脈で頑張って、これが女性の幸せとか言える？せいぜい女性の自立って言ってるだけでしょ。自立って何なの？女にずっと立っとけっていう男性のセリフなの？でしょ？なんでそんな簡単に騙されるんでしょうね。女性たち男の綺麗事っていうか、その男のベロンベロンになんでそんな騙されるのかなと思って。うちは軽蔑したいぐらい、そういう男に騙される。女のことをこんな目で見てるのよ、実は。ね？でしょ？そんなふうな気にしなかったかなと思って、まだ、共産党のね、学校の先生くらいとはわかるけど、限度があるでしょ、女性の肉体をいじめるにも。男性は体いじめて、非常に立派になる人たちだけど、女性は体いじめて、一体何が立派になるの？生まれる子が。生まれる前に女性を体をいじめる。そりゃそういう構図はあったよ。私たちが迫害されてた時代。それをなんで女性が権利持ってる時代に再現して、偉いでしょ、偉いでしょってやってるの。ね。まあまあ、その話置いとこうか。ね。もっと考えてほしいね。ね。まあ、うちと議論してくれるのもいいけど。でも疲れてるから、大概から。じゃあ、男とこの議論するんですかって。嫌です。パクトラカイみたいなのが来るの嫌ですって。何ですか？ああ、まあ、女の子かわいいかわいいとか。その時、あなた方の本質がわかるんじゃない？ね？さて、ね。まあ、大木が初代の世界新政府の大統領になる人です。楽しみでしょ。ヨーロッパ喜んで、やった大木が来てくれた、大木にお後がよろしいよ。スローモーションで、お後がよろしい、なんでよろしいよじゃなくて、ヒュー、ね、じゃあヒューじゃあどうするのさ、じゃあどんな顔、
習近平をどうするんだよ。そんな、真似せんで、真似せんで、ちょっと無理があったし、なんか、なんとかなるでしょ、彼は。日本の天皇家がちょっとめんどくさい。もういっそのこと最後、習近平となる人、なる人たちでな、お前とか言われて、お前とか言われてんの、お前とか言われてんの、バリ雑魚、ヤマト同士でな、習近平と天皇家。それでその最後の漫才でそんなって、てへーとか、そんなそれとしたら、習近平が、そんなんじゃすまないだろ、お前たちが悪いんだって、お前が悪いんだって、お前が悪いんだって、そういう終わり方の方がいいのかな、どうだろう。まあ、大きくね、EU に着いた時点で、フリーメイソンの勝利でございます。大きくね、江南政府もね、フリーメイソンから。あ、じゃあなんで、武漢ウーハンをなんであんな V 字回復したんだろう。一体何食ったんだろうって心配なんでしょ。そんな、こういう時は、うんこ食え、虫食え、なんだ、じゃあ、ハエを食べたらいいんだ。土地のウーハンの旧市街のとか、奥の方に老人が。こういう時は、ハエを食え、ハエを。なんだこんな助かるか、パクパクパクいっぱいおるやんか。うん、V 字回復。フリーメイソン。